今年の元日の地震なんですが、引きこもりの人にとっても大きな転機となりました。私たちよく引きこもりと使うんですけども、木所さんは引きこもりというとどういう人をイメージしますか？引きこもる、やっぱりこもるっていう言葉からイメージすると、うん、こう自分の家からというよりも自分の部屋からなかなか出てこなくて、で必要以上にこう社会との関係をこう立っている状態っていうふうにイメージしますね。そうなんですよね。私も取材をする前は食事とトイレ以外の時は自分の部屋に閉じこもって出てこないっていう結構強いイメージを持っていたんですけども、はい、国はもう少し広い意味で引きこもりを捉えています。こちらご覧ください。自分の趣味に関する用事の時だけ外出する、近所のコンビニなどには出かける、自室からは出るが家からは出ない、自室からほとんど出ない、かなりこれ程度の差はあるんですけども、これらのいずれかの状態となって6ヶ月以上の方を国はすべて広い意味で引きこもりと定義しているんですね。つまり社会とのこう接点が薄いという印象の人が多いかと思います。ではこうした引きこもりの人が全国に何人いるかといいますと、こちらです。146万人に上ると推定されているんですね。今回私が取材させていただいたのは珠洲市の男性です。コンビニには時々行くんだけれども、出かける時間帯は夜中、本当に人と会わない時間帯を狙って出かけていたと話していました。人生のおよそ10年以上を引きこもりとして過ごしていた男性の生活は地震をきっかけに大きく変わっていきます。中学校になって、まあ、本当に陰湿ないじめに遭いまして、ほんで、まあ、見事に病気になり、不登校、ほんで、なんとか高校は受かったんですけど、高校もなじめず、1ヶ月もたず不登校になりました。先月、引きこもり家族会連合会の全国大会が、金沢市内で開かれました。大会には引きこもりの当事者やその家族、医療関係者など2日間で延べ530人が集まりました。この中で話をしたのが引きこもり歴およそ10年、珠洲市出身の石尾大輔さん44歳です。避難場所がやっぱどうしても嫌な思い出あった中学校だったんですよね。それでもうそこに行けばとりあえず食べるもんとか安全はある程度確保できたの分かるんですけど、怖くて行けませんでした。北海道から沖縄まで全国から訪れた人が石尾さんの話に聞き入りました。避難所になっている中学校がご自分のいじめのあったそういう場だったからとても怖くて行けなかったという話を聞いて、あ、なるほどって、そういうふうな思いで避難所に入ることができない方もいらっしゃるんだということを改めて感じました。やはり自分もそういうなんか当事者生きづらい立場、まあ、今もそうなんですけど、ああやっては人前で話すってのはすごい勇気がいることなのですごいなと思います。石尾さんは元日自宅でくつろいでいたところ地震に遭いました。石尾さんの出身地珠洲市法隆町に来ています。自然豊かなのどかな集落です。地震から10ヶ月以上が経った今、ブルーシートがかけられたままの家もありますし、解体が進んでいる家も見られます。石尾さんの家は中規模半壊。ここで祖母と両親、弟の家族5人で暮らしていました。これ正月飾りこのままの状態なんです。本当だ、もう迎春と書かれた
お正月飾りがこの玄関にあるままなんですよね。そうなんです、ここが茶の間だったんですけど、茶の間ちょうど元旦の地震の時ここでテレビ見てたんですけど、もうこの有様です。今ブルーシートでも何も見えない状況ですね。そうですね、雨漏りするんですよ。雨漏りの対策でここが登ったとこが、僕の部屋です。どうぞ。いいですか、2階もあるんですね。気をつけてくださいね、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、今行きますね、はい。階段を上がった先に石尾さんが長年引きこもっていた部屋がありました。うん、ちょっとやっぱり湿気でちょっと本も傷んでるんですよね。本当に、まあ、ちょっとどうぞそうなんです、どうぞができないぐらいの、もう踏んじゃって構わないんで、踏めないですね。かなり大変な状況ですね、まあでもなんかここを出ることになったんで、やっぱうまくは言えないんですけど、ここはもしかしたらもう過去のとこかもしれません。石尾さんは中学3年生の時にいじめに遭い不登校に。不眠と幻聴に悩まされ統合失調症と診断されました。同級生より1年遅れで飯田高校を卒業し、金沢青陵大学に入学。大学卒業後は就職せず、珠洲に戻って引きこもっていました。30歳を過ぎた頃、京都造形芸術大学に入学し、文芸を学ぶも中退。再び珠洲に戻り、引きこもり生活をしていたところ、地震に遭いました。避難所となったのは、かつていじめられた中学校。怖くて避難所には入れず、石尾さんの家族は発災当初車中泊をしていました。加賀市内の住宅街に来ています。石尾さんは元日の能登半島地震を機に珠洲市から加賀市に移り住みました。そして今はこちらのシェアハウスで生活しているんです。シェアハウス百姓、たくさん笑って過ごそうという意味が込められています。12年ほど前、引きこもりの支援をしているオーナーが自宅を開放し、定員4人のシェアハウスとして誕生しました。これまで10代から50代までおよそ30人の男性がここで暮らしてきました。石尾君とは前から知り合いだったんで、地震あった時どうなんかなって気になっとって、住む家もない車の中で車上生活するっていうんで、うち呼んで一緒に生活せんかっていうことを声かけました。今ここには石尾さんを含め3人の男性が暮らし、自炊や洗濯をしています。また生きづらさを抱える人々が集い、相談をしたり就労をしたりするスペースとしても活用されています。この日は5人が集まり、潮の中からゴミを取り除く作業をしていました。もともと私、人の、その話とか、
と話すのがちょっと苦手な方なんで、やっぱそういうのよりかはやっぱこういうあのこういう細かい作業とかこういうのをしてる方がまあ楽って言ったら変ですけど、まあ石尾さんとこのシェアハウスで暮らしている久保田哲夫さん、ちょっぴりシャイな先輩です。石尾さんと暮らしてどうですか？いろいろ楽しくやってます。楽しくやってる。こちらのシェアハウスには個室もあり、プライバシーも守られています。骨董品集めが趣味という石尾さん、部屋には震災後に自宅から持ち出した雑貨がきれいに飾られていました。芥川とかはもう本当に、なんだろう、こういう言い方はあれですけど、まあ病んでる人の先輩みたいな感じが好きですね、本当に。なんか、そういうなんかぶっ壊れそうな表現者っていいですよね、本当に。そういうのはいいですね。夏目漱石も、西田喜多郎も、時間を持て余していた引きこもり時代に全て読み尽くしました。食器もう一つあるけど、食器最後や。あ、本当ですか。これ割れ物が最後で、はい、最初はあの積んでいいやつを、はい、今は支援者の林さんが立ち上げたニート引きこもりの便利屋 OK で働き、自立に向けて動き出しています。最初はもう全然動けんで、仕事してくださいって無理って言うとったけども、やっぱりお金は必要なんで、働いていろんな経験重ねて、今は仕事選ばずに来るようになりました。いやもうとにかく僕の中で働かないとダメだってことを思いまして、社会に少しでも求められてるって嬉しいですよね。11月に半袖姿で汗を流して、すずのあの部屋で引きこもっていた時には考えられないような変化です。断水が続く実家は間もなく公費解体となります。石尾さんの家族は現在金沢のアパートで暮らしています。珠洲に戻って暮らすことは今は考えていません。苦く苦しい思い出もある場所ですが、それでも珠洲はかけがえのないふるさと。もう正月から大きい地震があって、もう正直僕も神も仏もあったもんかと思いましたけど、それでもなんか僕にとってやっぱり大事な転機にもなりましたし、だからそれはもう僕不謹慎なこと言うようですけど、地震きっかけにやっぱり僕自身が、あんまり言いにくいんですが、良くなった部分はあります。不謹慎ですけど。VTR を見ていて、石尾さんがこう避難所に行くことができなかったっていうふうなお話なんですけど、こう避難所の生活が難しいという方はたくさんいる中で、こういったこう現状があるというのを初めて知りました。で、140何万人が今引きこもりをされているという方なんですけども、日本でいうとこう70人から80人ぐらいのうちに1人っていう考えると、かなり多くの人がいらっしゃるので、まあ、防災に関してこういったところもこうケアしなきゃいけない問題なんだなっていうふうに
も感じました。うん、そうですよね。大きな災害が起きた時に社会で生きづらさを感じている人たちにどういう影響があるかっていうことをすごく考えさせられました。石尾さんはプラスに考えていい方にいい方へと向かっていきましたけれども、この震災だったり大きな災害がもしかしたらその生きづらさを助長させてしまう怖さも一方であるだろうなというふうなことを感じました。そうですね。石尾さんに今回どうして取材受けてくださったんですかと聞いたところ、話すことで自分自身が一番救われるんですというふうにおっしゃってたんですね。で今は引っ越しの荷物運びとか木を切る仕事とかいろいろ頑張ってらっしゃるんですけども、この自分の経験を生かして同じ悩みや苦しみを持つ人の相談に乗るなど、次は支援する側としての活動も積極的に行っているということなんです。ではここでですね、引きこもりの問題一つ見ていきましょう。引きこもりの長期化なんですが、8050問題と呼ばれる問題があります。これどういう意味かと言いますと、80は80代の親、50は自立できない事情を抱える50代の子供を指し、親が高齢化する中こうした親子が社会から孤立していってしまうことを指しているんですね。こうした問題を人と人とのつながりで解決していこうと活動しているのが KHJ 全国引きこもり家族会連合会と呼ばれる場所があります。 KHJ 20年前に結成し、全国に55の支部があります。 KHJ はですね、家族引きこもりジャパン の略なんですけども、このここ検索していただきますと、どこに支部があるか、どんな活動をしているのか、そういうことが書かれていますので、関心がある方はぜひ検索してみてください。石尾さんなんですが、引きこもることは自分を守るため、そして生きるために必要なこともありましたと話していました。でも思い切って勇気を出して一歩踏み出してみたところ、外の世界は思ったより悪くない、そんなふうにおっしゃっていました。